R800CPUR800 は1990年に株式会社アスキーが開発しアスキー三密輸物産セミコンダクタ株式会社が製造した Z80 バイナリ語間の命令セットを持つ16ビットプロセッサ MSX ターバーの CPU に採用された外部ハードウェアデータバスは8ビットであり DRAM インターフェース割り込み制御ドマコントローラーなどを備える アスキーは MSX ターバーを開発するにあたって搭載する CPU の候補として Z85 巻、非5巻を含めて様々な既存のものを検討していた。当時、社内にいた岸岡和也が独力で ASIC を使用した Z80 高速版の研究をしており、これを元にして MSX 向けにカスタマイズし採用することとなった。R は、 リスクの頭文字である。リスクかシスクかという議論では内部構造はリスクであるが Z80 バイナリー互換のために完全なロードストア型の命令セットではない。しかし Z80 の命令は典型的シスクに比べれば十分シンプルである。よって Z80 互換の命令セットを持ちリスクの内部構造で実装したプロセッサとでもするのが妥当なところと思われる。 ドマンムは互換性確保のためムズクスチャーバーでは使用されておらず、アドレス空間の拡張はメモリーマッパー機能により実現されている。また、ムズクスチャーバーでは MSX にまでとの互換性維持のために Z80 相当品も搭載し、R800 とハイタ切り替えして使用している。ムズクスチャーバー f s a 一 s t は r 八百を搭載して発売したものの、 一方で、搭載予定だった新 VDP の開発が間に合わず、既存の低速な V9958 のままで、製品化された。このため、せっかくの高速 CPU は、速度的に足を大幅に引っ張られることとなった。ムズクスチャーバー開発費は、MSX マガジン1990年11月号、P70MSX ターボ。 R テクニカルハンドブック23から26ページに R800CPU の概要166から186ページにインストラクション表がある。ありがとうございます。